さあ皆さん、先日僕は、三井アウトレットモールに行ってきました。そして、初めて、アウトレットモールでお買い物をしたわけなんですが、ナノユニバース。さあこのナノユニバースというのは非常に、有名なブランドだとさすがの僕でもわかります。しかし一体どの程度有名でどの程度そのおしゃれでというのはまあよくわかりませんから、まあとりあえずそのアウトレットやもんで多分安いと思うんですよね。合計で約1万2000円でございました。3点購入して1万2000円。パンツが2つと、ニットが1つですね。まあその普通店内に入るとやはりアウターやねおしゃれなこうトップスなどがまず目を行きがちですが、しかしそこは僕はねこうおしゃれ、上級者として構えておるわけですから、やはりまずはパンツを見るというのが、やはりこのおしゃれ上級者なのではないでしょうか。さあご覧ください。まずはパンツ、ヘリンボーンイージーパンツですね。さあヘリンボーンというのは一体何なのか僕はちょっとわからなかったんですが、まあこの非常に太いシルエット、そしてこの風合い、色結構これなんかその硬い感じでいいと思って、色もなんか良かったし、これをまず買いました。こちらがですね、5500円になっておりますが、これが多分ちょっと割引だったのかな。そう、これが割引で3850円になっておりました。M サイズを購入しました。まずこれが1点目。はい。さあ、そして2点目なんですが、もうこちらもやはりね、僕みたいなおしゃれ上級者は、まずはパンツからこう見るんですね。こちらスキニーです。さあ、コンフォートスキニー、ナノユニバースと書いてあります。まあその、多分普通に買えばもっと高いんでしょうけども、これやはりアウトレットだからということで安いんですかね。僕もちょっと仕組みはよくわからないんですが、4900円となっております。スペシャルプライス。サイズは M サイズでブラックですね。まずこちら2つ、どちらも試着させてくれと、願い出て、ついつい、買ってしまったものでございます。さあ、そしてもう一着はニット。やはりそのパンツを買ったらやはりトップスも買わなくてはいけないと思い、ニットの方もフラフラと、見ていて、これ。まあこのブルー、普通のまあハイネックのモックネックニットですかね。まあ普通のやつを、これはいいなと思って、ナノユニバース。こちら5000円ですね。XL サイズ、ラムナイロンクルーネックニット。ちょっと漢字がこれちょっと読めないんですが。ネイビーですね。僕ちょっとグレーの方もいいなと思ったんですが。まあちょっとね、グレーの方はサイズがなかったものですから、ネイビーにしました。では早速、着てみましょう。さあ、着用してみました。下、パンツの方はヘリンボーンイージーパンツ。そして、上はまあ、ニットなんですけども、まあ、ニットはね、XL を購入しまして、まあ、その、まあ、ややブカッとした感じですね。袖も、このような感じで仕上がっております。非常にやはりズボンが、太く感じるというところで、非常に今、今年のトレンドになって、来年からのね、トレンドになっていくのかもしれません。では、全身、見てみましょう。さあ、全身です。さすがにヘリンボーンのこの、イージーパンツは非常に、ゆったりとした、シルエットになりますよね。非常に、A ラインを作りやすい上で、非常にトレンドも重視したような感じになるのでしょうか。まあ、このザラの、そのローファーともしっかり合っているのではないでしょうかね。非常にこの、まあ、ナノユニバースということでね、まあ、その、すぐに僕にはこう違いというものはわからないんですが、やはりこう、ちょっとしたデザインの違いというものがあるのかもしれません。さあ、ではスキニー履いてみましょう。スキニーです。まあ、デフォルトとしては少しハーフクッション気味でしたので、2回ロールアップで、曲げました。まあ、そうすることで足元がよりスッキリとして よろしいのかと思いますが、まあこのスキニー自体はね、非常にやはり少し、まあ、ユニクロと違い何かこう、ストンとしたデザイン、シルエットが綺麗なような感じはします。まあ印象だけですけどもね。
まあ、さすがに、スキニーを買うというのは、やはり、まず店に入って、スキニーを選ぶというのは、やはり鉄則なのではないでしょうか。それではね、もちろんこのままでは冬は寒いので、アウターなんですが、さすがに何のユニバースでアウターを買うというのは、少しお値段の関係もあって、控えました。少しじゃあ、ユニクロの方でアウターの方を着てみたいと思います。さあ、まずは MA1。MA1 はやはりよろしいですね。非常に、合っているのかと思います。まあ少しちょっと色がね、暗めになってしまいますが、まあここに白があるということで少し、我慢していただけないでしょうかね。非常によろしいかと思います。非常にカジュアルと、ドレスのバランスね、取れた。非常に冬でね、良さそうな、ちょっと腰元のレイヤード。まあこの辺のレイヤードには賛否があると思いますが、まあ、いいんじゃないでしょうかね。ブルゾンスタイルとして。ではさ、僕は身長171センチ、64キロの、日本人の標準体型、日本人男性の標準体型なのですが、まあ、ズボンは M サイズ、ニットは XL サイズ、そして、この MA1 も XL サイズだったかと思います。非常にね、A ラインシルエットができているのではないでしょうか。やはりこのヘリンボーンの、ワイドパンツ、非常にこれはお買い得で購入して正解だったのでは、ないでしょうかね。なかなか落ち着いた大人の雰囲気。少し上級者への階段を一歩登ったかのような よろしいんじゃない？ハイブリッドダウンパーカーです。さあ、今年注目のハイブリッドダウンパーカーに合わせるのも非常に、おしゃれで良いのではないでしょうかね。色合いも美しく、しっかりと何かこう今年の冬らしい、感じに収まるのかと思います。このワイドパンツがね、非常にいい味を出しとるという思い。キニを履けばワイラインシルエットになると、美しい風合いになります。ナノユニバースのスキニーは非常に、美しい、デザインとシルエットを完成させます。非常によろしいです。グッド。忘れてはいけないのがガーメンツのノーカラーコート。さあ、これも XL サイズです。ブラック、非常にね、これも街で大活躍させたい一着。そして、俺を忘れちゃ困るぜと言っているのがこの、JW アンダーソンストーンですね。もう何もかもが出番待ち。僕はその出番に応えて、今週の土曜日、一つ飲みに行こうかなという思いがありますが、さあどうなりましょうか。非常に、よろしいかと思います。多分この中折れハットも徐々に僕に馴染んできて決まってくるのではないでしょうか。皆さんの街にも三井アウトレットモールというのはあるのでしょうか。三井アウトレットモールに行けば、やっぱり普段は見ることのできない、僕にとっては見ることのできない、まあ、ビームスとか、エディフィスとか、まあ、その他、いろいろ何か有名なのがありましたが、まあ、そういうお店にね、入るきっかけになると思います。そう、ジャーナルスタンダードだとかね、そういうところにまあ入っては、まあ、アウトレットだからやはりお手頃なのか、あ、これは僕でも全然買えるなというぐらいの、お値段で、そうですね、あるわけなんですけれどもね。まあ、また一つ、いろいろとこう、探検をしてみたいなという思いがあります。本当はですね、ザラのコートなんかをこう気軽に羽織ってね、キャップをかぶって、なんかこう男同士でこう飲みに行きたいようなね、そういうのが僕の、理想なイメージなんですが、どうでしょうかね。やはりこのザラのコートというのはね、非常にやはり万能なのではないでしょうか。このロングコート、非常によろしいですよね。これでもう気軽にこう一杯飲みに行こうよという感じでいいんじゃないでしょうかね。スキニーなんかもね、このスキニー、もう少し僕の足が長ければ、こう、デフォルトの、サイズでぴったりとこう来るんですが、やはり残念ながら僕の足ではロールアップをせざるを得ません。まあ、その辺は少し残念ですがね。まあ、こう、スキニーによるワイラインシルエットというものを一つ作って、よろしいかと思う次第であります。何のユニバースの服、よろしかったです。まあ、ユニクロの服をね、やっぱりたくさん着る反面、こう、たまにこう、他のブランドの服を着ると、非常にね、こう、デザインにも、
とかもかっこよく何か違った風合いを感じるんですが、しかし素材というものを見てみると、これはユニクロに分があるんじゃないのか、なぜユニクロよりこっちのニットの方が高いのかなとかいう思いもやはり思います。しかし、まあ有識者がね、最近言っておられる通り、物は原価、素材の原価ではないと。歴史ある、そういうデザイナーとかが作ったものだからこそ、そこに価値があるのだとおっしゃられておりました。まあ、それはね、僕も、もちろん、納得済み、同意せざるを得ません。まあ、ユニクロの素材も素晴らしいし、こういうナノユニバースとかの、こう、まあ、一つ何かあるんでしょうね。そこをまあ、納得して、こう、服を楽しむということでよろしいんじゃないかと思います。それでは、よろしいと思われた方は、いいねの方、お願いいたします。ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。